2023年5月の19日から21日まで G7 広島サミットが行われます。今日は G7 広島サ,サミットの意義についてお話ししたいと思います。この内容は文部省の発表している資料の一部を転用しております。まずサミットそのものについてなんですが、1970年代に入り、 ニクソンショックいや第一次石油危機などの諸問題に直面した先進国の間ではマクロ経済、通貨、貿易、エネルギーなどに対する政策協調について首脳レベルで総合的に議論する場が必要であるとの認識が生まれましたこのような背景の下でフランスのジスカル・デスタン大統領の提案により1975年11月パリ郊外の ランブイエで、このフランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリアの六カ国によって第一回のサミットが開かれたわけです。そして今回2023年広島でこのサミットが行われるわけですが、まあ被爆国である。 広島の地でこのサミットが開かれるという意義は大変大きなものがあろうかと思いますまあ今日国際社会はコロナ禍に見舞われまた国際秩序を根本から揺るがすロシアによるウクライナ侵略に直面し歴史的な転換期を迎えつつありますまあ力による一方的な現状変更の試みやロシアが行っているような核兵器による威嚇 ましてやその使用はあってはならないと断固として拒否し法の支配に基づく国際秩序を守り抜く日本は G7 議長国として議論をけん引しこうした G7 の強い意志を歴史に残る重みを持って力強く世界に示したいと考えています、まあ、外務省ではここのようなことを言っております。 そして討論、その話し合う内容としてはエネルギー、食料安全保障を含む世界経済、ウクライナやインド太平洋を含む地域情勢、核軍縮、不拡散、経済安全保障、また気候変動、保険、開発といったような地球規模の課題など、国際社会が直面する課題は山積みです。 まあ、この G7 の首脳が会見を開いて議論を進め未来に向けてのアイデアとプランを明確に提示するよう日本としては主導していく考えそういうポジションに日本はあるわけですね。そして過去のおサミットにおける どういうテーマがあったかをちょっと振り返ってみたいと思います。これもあの外務省資料からの転用でございます。1970年代はエネルギー問題、石油危機以降の経済の回復。1980年代は多様化する経済問題、東西政治対立。1990年、まあ、ソ連邦が崩壊してですね、東西冷戦構造の終焉グローバル化。 そして2000年代に入ると世界経済気候変動アフリカ開発テロそして2010年代が世界経済地域情勢気候変動エネルギー開発そして現在2020年代入ってきたわけですねまあそういう意味で G7 広島サミ,サミットは今まで以上非常に重要なサミットになるとそんなような感じがいたします。